つぐみってなんか将来の夢とか目標ってあるのか？そのようなものは考えたことがないな。私は現状通りB ハイブの構成員としてずっとお嬢やボスのお役に立てればいい。そっか、なんかちょっと寂しい気もするけど、その答えもつぐみらしいよな。同情は無用だ。それに私にだって昔はあったんだぞ。今思えばそれも身分に合わないおこがましい夢ではあったが。へえ、どんな夢だったんだ？ただでは教えん。当ててみろ。つぐみが諦めた夢ね。お前が諦めるなんて相当無茶な夢だったんだろうな。となると、お嫁さんになりたいとか。男として育てられてきたのなら、慣れないと諦めていてもおかしくはないよな。うん、惜しいが外れだ。え、惜しいのか？それなら何なんだよ。そう難しい話ではない。子供の頃は本気でお嬢と結婚して一生守っていこうと思っていた。ただそれだけの話だ。結婚？単なる子供の憧れだ。貴様だってそういう時期があっただろ。まあ10年前にな。未だに相手は分かってねえけど。任務で稼いだ金も使わず、結婚式に養育費、それにお嬢に不自由させないだけの資産は貯めたよ。必死にな。だが3年前ふと気づいてしまったんだ。女である私はお嬢と結婚することはできないと。あの日ほど悔しいことはなかったな。三日三晩のた打ち回ったほどだ。しかし今思えば、あの絶望を乗り越えたからこそ今日の私があるのだろう。あの頃の努力が懐かしい。いや、遠い目してるところ悪いけどよ、気づくの遅すぎだろ。ねえダーリン、今日の放課後はどこへデートに行こうかしら。俺はハニーさえいれば、焼け野原だろうが声だめだろうがどこだって幸せだぜ。奇遇ね。私も同じことを思っているわ。でもどうせならもうちょっとまともなスポットをチョイスしてほしいわ。このアホダーリン、相変わらずバカで可愛いわ。あははは、冗談だよハニー。ハニーのゴリラのように怒った顔が見たかっただけなのさ。やだもうダーリンったら、それ以上言ったら泣かすわよ。ははは、だから冗談だって。まあどうしてそんなに笑えない冗談が上手なの。さすがすぎるわダーリン。今日は一段とバカっぷりっぽいことしてんな。それも不自然なくらいに。バカ、俺たちはいつもこうだろうが。俺はハニーにぞっこんだぜ。ええ、私ほどダーリンを愛している人間なんていないわよね。ここにいますわ、ここに。私の愛の方がはるかに強いです。頼むからお前は黙っててくれ立花。本当に不自然すぎるわね。小崎は何か知ってる？ううん、でも二人のことだからきっと何か理由があるんだよ。異常なし。おいちとげ、この一条楽監視強化習慣はいつまで続くんだ。朝も昼も夜もクロードの野郎の視線をビシビシ感じて正直限界なんだが。ごめん、私も知らないの。でもクロードはこの期間に必ず私たちの恋人疑惑を晴らしてみせるって意気込んでたわ。もちろんつぐみもね。おい一条楽。なんだよ。今日まで貴様を見てきてずっと引っかかっていたことがある。
だが、ついに私は確信したぞ。あることに気がついたのだ。あることって、なんだよそれ。あくまでしらを切ろうというのか。ふん、いいだろう。ならば発表してやる。それは。それは。それは、やっぱり私の方がお嬢のことを愛しているということだ。え？はあ？貴様の言葉はどこか上っ面だけで具体性がない。お嬢のどこが好きなのかちゃんと言ってみろ。またこの手の質問かよ。どうせすぐには答えられんのだろう。よくそれでお嬢の恋人を名乗れるな。私は言えるぞ。10個でも100個でも今すぐにな。はあ。お嬢は悲しいことがあってもご飯さえたくさん食べればすぐに笑顔になられる。この前向きさは素晴らしい。よだれを垂らして幸せそうに眠る姿もまるで天使だ。未だに寝言で食べ物の名前を言うところも可愛らしい。ねえちょっと、褒められてる気が全然しないんだけど。他にもたくさんありますよ。お風呂で一緒に洗いっこしてるといつも後ろからギュッとしてくれたり、下着を探して部屋をうろつく姿なんかもお美しくて。キャー、人前でなんて話をするのよ。あれ、いけませんか。当たり前でしょ。へえ、二人でそんなことしてるんだ。やっぱり仲いいんだね。今のが聞けて俺は幸せです。ナイス、聖志郎ちゃん。そもそもなんで下着を探す必要があるんだ。普通探して回るようなもんじゃねえだろ。うるさい。あっ、その話はもうおしまい。じゃなきゃ二人とも殴るわよ。俺はもう殴られてんだけど。つぐみも学校で変なこと言わないでよバカ。ガーン、 お嬢にバカって言われた。そんな、待ってくださいよ、お嬢。つぐみさんは桐崎さんのこととなると周りが見えなくなるんですね。かわいそうな人。いや、お前が言うな。おっと、もうこんな時間か。明日も朝早いし、今日はこの辺にして寝るかな。おやすみなさい。おはよう宮本。おはよう。小崎ももうすぐ来るわよ。え、そっか。わかりやすいわね。あ、今なんか言った？いいえ。一条楽、折り入って貴様に相談がある。ん？なんだ？これはお嬢の命に関わる極めて重要な相談だ。絶対に他言無用、かつ真剣に考えてほしい。命？一体何だって言うんだ。そうだな、例えばもし貴様が校内に物を隠すとしたらどこがいいと思う。条件としては人目につかない場所、見つかりにくい位置、それに広い方がいい。あとできれば各階に一箇所ずつあると万全だな。え？それが千棘の命となんか関わりがあんのか。大ありだ、極めて重要なことだからな。適当な答えは許さんぞ。そうだな、人目につかず、見つかりにくく、そして広い場所。体育倉庫とかどうだ。あそこなら人目につかねえし、広さもある程度あんだろう。なるほど、それはいいかもしれん。だがあそこは屋外だからな。梱包に気を使わねば弾薬がしけてしまうな。つうか、さらっと弾薬とか言いませんでしたか、つぐみさん。お前一体何するつもりなんだよ。何って、校内でお嬢が襲われた時の備えに決まっているだろうが。
いついかなる場所にいてもすぐに重火器を手にできる環境を確保しておきたい。アホか、な危ねえもん学校に持ち込むなよ。千棘に何かあったら俺とお前で何とかすればいいだろ。二人素手でか。私はともかく貴様はな。そりゃ頼りにはなんねえかもしれねえけど、いないよりはマシだろうが。うん、確かに。だろ、いざとなればお嬢の盾にできるしな。敵よりもお前の思考の方が怖えよ。